押せぞボルト。余裕じゃねえか、ボルト。新内は遅れてくるくらいがちょうどいいんだよ。これは戦いじゃねえ。ルールのある忍び組手だ。先に相手を地面に倒した方が勝ち。分かってんな。そう。ネクラマシか、悪くねえ。何がどうなってやがる、クソ。そうやってガードばっかで、ごまかす気じゃ。何企んでるか知らねえが、乗ってやろうじゃねえか。熱いねえ。サポート頼むぞ。おい、腕を曲げたな。あったら、その髪ごとぶっ飛ばしてやるよ。忍びは裏の裏を読め。右腕が強くなったな、ボルト。さっきの腕のことだがな。科学忍具だってんだろ。気づいてたか。何か魂胆があるんじゃねえかとは思ってたけど、要はただの実験台だった。片助に作らせた試作品だ。以前の大筒との戦いにヒントを得てな。ってことだろ。悪いな。だがそれだけじゃねえ。お前の実力がどのぐらい上がったか知っておきたかったのも事実だ。こいつを使えば相手の術を吸収して無効化できる。もっとも奴らのようにそれをそのまま放出とまではいかねえがな。そんな説明はどうでもいいんだよ。ズルだったんじゃねえのかよ、科学人具はよ。俺に散々パラダメって。